お疲れ様です。小道具です。今回紹介するのはこちら、ビスコンティのボールペンです。大きな化粧箱ですね。ビスコンティは1988年万年筆のコレクターであったダンテ・デル・ベッキオ、そしてルイジ・ポーリーによってイタリアのフィレンツェに設立されたラグジュアリーブランド。イタリアには有名な高級筆記具ブランドがたくさんあります。惜しまれながら廃業となったデルタ、1982年創業。イタリア最初の万年筆メーカーアウロラ、1919年。ライティングジュエリーと称賛されるモンテグラッパ、1912年。不死鳥のように蘇ったティバルディ、1916年。一辺の藁という名を冠するスティピュラ、1973年。約250年の歴史を持つピナイダー、1774年。そしてイタリアの名門デルタに36年勤め、生産部門を率いていたチロマトローネが創業したレオナルド・オフィチーナ・イタリアーナ、2018年など、それぞれ世界中に熱烈なファンを持つブランドです。ビスコンティもイタリアの高級筆記具ブランドといえば名前が挙がるブランドです。現在は筆記具のほか腕時計やレザーグッズも取り扱っています。ビスコンティは15世紀に建てられたイタリアのヴィラを社屋としています。ヴィラというのは14世紀と15世紀のイタリアで流行した美しい庭園を有する貴族の別荘、カントリーハウスのことです。もともとは古代ローマの上流階級の人々が田舎に建てた家屋を意味するものです。Google Earthで住所を検索してみましょう。おお、見えてきましたよ。すごい敷地。そして建物ですね。ビスコンティの筆記具は熟練した職人が伝統的な技術と現代的な技術を駆使して製造しています。高い性能だけではなく美しい芸術品でもあると歌うだけあって、ビスコンティのペンは製品というよりはアートという方がしっくりくるものが多いです。美の追求と高級筆記具への思いが一つ一つのハンドメイドの最高品質を一貫して維持しながら進化し続けているブランドです。大きな化粧箱、ラミー2000の化粧箱と比較するとこんな感じ。大人と子供ほどの差があります。大きな箱の方が当然材料費、保管費、輸送費などが多くかかります。スリーブから取り出します。特徴的な柄ですね。白押しのロゴ、いかにもブランド物の化粧箱って感じです。サイズも相まってペンの箱には見えません。なんかせんべいでも入っていそうな気がしてきました。さあ、蓋を開けますよ。はい、まだペンは見えません。クッションが置いてありますね。袋からペンを取り出します。改めまして、
今回紹介するのはこちら、ビスコンティレンブラント。色はメタリックグレーです。レンブラントは光と影の画家、光と影の魔術師の異名を持つオランダの天才画家、レンブラント・ハルメンソーン・ファンレインからインスピレーションを受けたコレクションです。ビスコンティのコレクションには他にもヴィンセント・ヴァン・ゴッホの名を冠したものもあり、芸術家から影響を強く受けたブランドです。底敷きを外すと取扱説明書兼保証書が収納されています。ロゴにはフィレンツェの文字。取説は普通ですね。それでは元に戻します。正直に言うと、初めて見た時には配管の色みたいでなんか嫌、違う色にしておけばよかったと思っていたんです。失敗したと。で、1ヶ月ぐらい使ってみたらだんだんと美しく見えてきたんですよね。麻痺してきたんでしょうか。私はペンの写真を撮るんですが、こんな感じでかっこいいんですよ。天板には凝ったデザインの装飾が施されていて、よーく見るとビスコンティメイドインイタリーと書いてあります。黒っぽいメタリックのいぶし銀な色合い、深い味わいがあります。渋いですね。ビスコンティといえばこのクリップ、イタリアのフィレンツェ最古の橋、ポンテベッキオ橋を模した円弧状の可動式クリップ、ビスコンティの象徴です。アクリル樹脂のボディにいぶし銀に輝くトリム、中央のリングはとても凝った装飾、レンブラントの文字が刻まれています。ビスコンティのレンブラントはシンプルでエレガントなデザイン、インパクトは強くないのですが、いつまでも飽きのこないスタイルだと思います。口金はストレート。やっぱりこのトリムの色はかっこいいですね。はじめは嫌だったこの軸の色も今は結構気に入っています。それではスペックを見てみましょう。まずは重量から。重量は 27.8g。 重量級ではないですが、一般のペンよりも重めです。次に長さを計測します。ペン先を出した状態での長さは 139.2mm、 気持ち短い。軸径を測ってみましょう。グリップ部の径は 11.1mm。 リング径も測ってみましょう。リング径は 12.7mm でした。それでは重心の位置を見てみましょう。重心位置はペン先から 81.6mm の位置、高重心のボールペンです。グリップすると重心はこの辺りに来ます。私にとってはとても持ちやすい重心バランスです。レンブラントはツイスト式ボールペン。軸を回転させてペン先を繰り出します。ペン先を繰り出した時にしっかりとロックし、ロックを解除すると自動的にシュッとペン先を収納します。指先が感じる回転時の抵抗感、
しっかりしたロック感とロックの音、リリース時の感触とその音がとても心地よいです。それではインクリフィルを見てみましょう。スムーズに回転しますね。ビスコンティレンブラントのボールペンには 1.0 ミリの青インク、スマータッチという名のリフィルが搭載されています。スマータッチは一部の EC サイトではゲルインキと表記されていますが、私は低粘度油性インクだと思います。こちらは G2 タイプ、パーカータイプですので好みのリフィルに交換することもできます。結合部はこんな感じ。それでは戻しましょう。ネジの精度が高いですね。引っかかりなくスムーズに回転します。うん、アクリル樹脂の軸はしっとりと指になじみます。ビスコンティのミラージュと比べてみましょう。クリップがいいですね。ミラージュもレンブラントもビスコンティのコレクションの中では手の届きやすいペンです。蜃気楼の名を冠するミラージュ、深いくすんだ青色のマーブル柄が結構好きなんです。サイズはレンブラントの方が少し大きいですね。ミラージュのボディはベジタブルレジン、えぐり取られたようなユニークな形状のペン軸です。ミラージュの一風変わった造形は光と影の織りなす幻想的なアート作品を作り出します。有名な国産ボールペンのマーブル模様のような鮮やかさはありません。まるで油絵のような色合いです。ツイストの回転フィールはレンブラントとよく似ていますね。ペン先を繰り出した時にしっかりとロックし、リリースするとシュッと素早くペン先を収納します。ポンテベッキオ橋を模した可動式のクリップ、おお、ミラージュの方が大きく開きます。中央のリングはどちらも幅広で凝った彫刻が施されています。さあ、それでは筆記してみましょう。イタリア・フィレンツェのラグジュアリーブランド、ビスコンティのレンブラント、光と影の魔術師の異名を持つ天才画家レンブラントをオマージュしたコレクションです。スマータッチの書き心地はとても滑らか、濃い青色のインクが気持ちよくフローします。筆記感はイージーフローと似ていますね。イージーフロー芯だと言われても分かりません。低粘度油性インクの書き味です。ゲルっぽくはないです。この濃い青色はとても好み、伊藤やロメオの青に似ています。こうして指で動かすとペン先に少しガタつきがありますが、筆記時にガタつきは感じないですね。ソリッドな書き心地です。ペン先のガタつきについて個人の意見を言うと、私は音とぐらつきに分けて考えています。ペン先が明らかにぐらつくペンはペン先がブレて意図したラインを正確に引くことができません。そして指先に感じるぐらつきで気が散ってしまって筆記に集中できませんから、筆記性能に難ありと言わざるを得ません。一方でカチカチと音はするのにペン先のぐらつきを感じないペンもあるんですよ。私の場合なんですが、こういうペンは筆記時にビートを感じるんですよね。素早く書くと
ビートが速く強くなり、ゆっくり書くとビートは遅く静かになります。音の変化を感じながら筆記すると気持ちが乗ってきて書くことが楽しくなるんですよ。まあ、あくまで個人の感じ方です。やっぱりイージーフローのような書き味です。滑らかでスラスラっと筆記できますね。太さ 1.0mm のボール系は小さな手帳に文字を書かれる方には太いと思いますが、太字が好きな私にはちょうど良いです。青色の濃さといい好きですね。ビスコンティ・レンブラントは優等生的なボールペンだと感じます。太さ、重さ、重心位置、書き味など隙がないんですよね。尖ったところがなくて面白みに若干欠けますが、バランスの取れた良質なボールペンです。高級感もありますしね。ちょっとボテが出ますね。ペンを寝かせ気味に持つ私の筆記スタイルの問題か、インクフローが良すぎて紙への転写が間に合ってないか。ボテが出るとなると裏抜けが気になります。やっぱりひどくはないですが裏抜けしていますね。使っているのは国用のキャンパスノート。なるほど、抜けますか。ついでにこのインクの耐水性能を見てみましょう。油性ボールペンであれば水ににじむことはないはず。ゲルの顔料インクもにじみにくいんですけど、顔料インクを謳っているゲルでもかなりにじむものもあります。直接水をかけてみます。で、ちょっと放置。にじむ気配はありませんね。ティッシュで拭いてみましょう。水にはにじみませんでした。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。これからも私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介していきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。コメントをいただけると動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。